クリスチャン・アンソニー・コローンは、プエルトリコの海英出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。現在は、フリーエージェント。2007年の MLB ドラフト10巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名されたが、カリフォルニア州立大学、フラトン校へ進学した。2010年の MLB ドラフト1巡目で、カンザス式ロイヤルズから指名され、6月25日に、契約。契約後、 参加の A 級ウィルミントンブルーロックスでプロデビュー。60試合に出場して打率。278、3本塁打、30打点、2盗塁を記録した。2011年は A 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーし、127試合に出場して打率。257、8本塁打、61打点、17盗塁を記録した。 2012年は A 級のスーエストアーカンソーでプレーし73試合に出場して打率2895本類が27打点12盗塁を記録した8月にトリプル A 級オマハストームチェイサーズへ昇格5試合に出場した2013年はトリプル A 級オマハでプレーし131試合に出場して打率 273、12本塁打、58打点、15、盗塁を記録した。オフの11月20日に、ロイヤルズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2014年2月27日に、ロイヤルズと1年契約に合意。3月14日に、トリプル A 級オマハへ移動し、そのまま開幕を迎えた。開幕後は、 トリプル A 級オマハで74試合に出場して、打率。296、4本塁打、37打点、14盗塁と結果を残し、6月30日にメジャーへ昇格した。7月1日のミネソタツインズ戦で、メジャーデビュー。7回表からアルシデス・エスコバーの代打として、出場し、右比に終わった。そのまま遊撃手の守備につき、この試合は2打数無安打だった。 二試合目の出場となった7月4日のクリーブランド・インディアンス戦では9番二塁手として先発起用され3回表一死の1打席目に女子トムリンからメジャー初安打となる三塁打を放った9回表にはジョン・アックス・フォードから1.2塁打を放ちメジャー初打点を記録この日は4打数3安打1打点と活躍した シーズン全体では21試合の出場ながら打率333を記録した。2015年は43試合に出場して打率296打点3盗塁だった。2016年も控え内野手として54試合に出場。過去と比べ打率は231に止まったがメジャー初本塁打を放ち自己ベストの13打点を挙げた。 2017年5月10日にィーフとなった。2017年5月16日にウェーバー工事を経てマイアミ・マーリンズへ移籍した。6月23日にマーティン・プラドの故障者リストからの復帰に伴ってィーフとなり、27日にマイナー契約で参加の AAA 級ニューオーリンズベビーケークスへ配属された。オフの11月6日に FA となった。 2017年12月にアトランタブレーブスとマイナー契約を結び、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年は開幕から参加のトリプル A 級グーインネットストライパーズでプレーしていたが、5月9日に自由契約となった。2018年5月18日にニューヨークメッツとマイナー契約を結び、 参加のトリプル a 級ラスベガスフィフティィテワンズへ配属された。オフの十一月二日に FA となった。二千十八年十二月二日に新シ品シナィレッツとマイナー契約を結び、二千十九年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。二千十九年、マイナーでは参加のトリプル a 級ルイビルバッツでプレイし、百三十六試合に出場して、 打率310本類打70打点。24盗塁を記録した。9月16日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの11月4日に FA となったが、18日にマイナー契約を結んで2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年7月24日に メジャー契約を結んで40人枠入りした。8月14日にリーフとなり、17日にマイナー契約となった。レギュラーシーズン終了後の10月14日に FA となった。ありがとうございます。